水江葬儀所、入り口水江葬儀所とは、東京都江戸川区春江町にある、東京都が運営している仮葬場である、葬儀用の式場はなく、仮想設備のみとなっている。1938年2月1日に使用が、開始された、別名、水江斎場。郵便番号132-0003東京都、江戸川区春江町3-26-1、財団法人東京都公園協会。 水泳葬儀所管理事務所ロマエホールへ進む代表者以外の改装者は、ここで個人と最後のお別れとなる。ロマエへ立ち会い人数を制限していることには、以下の理由があるためである。建物の構造上、ロマエホールが非常に狭く、農館の立ち会いに向かう人と農館を終えて控え室へ、向かう人が交差し、収む骨室が隣接していることから、混雑が著しく、厳粛な雰囲気を失うこと。 時間帯により、創価の到着が集中するため、混雑緩和を図り仮装儀式をスムーズに進める必要がある。この運用は開設当初から受け継がれている。2011年、東京都は東日本大地震の被災各自治体からの要望を受け、現地で対応できなかった犠牲者、約500体を受け入れ、水絵装儀所を使用して仮装を行うことを決定した。同年3月、 東京仏教連合会を中心に全日本、仏教会、江戸川仏教会が、身元不明などの理由で現地で供養ができていないことを、踏まえ、仮想に再資養の申し入れを行い、東京都建設局公園緑地部と話し合いが持たれた。しかし、東京都側は、宗教者の所内立ち入りと度胸を拒否。同年4月1日から4日間、東京都が、正門前に献花台を設置し、 その付近に限り仏教会等関係者の責任においての土胸懇行を許可した。その後の交渉で、正門を入って、敷地内左手の芝生脇に祭壇を設置することが認められた。異例については、東京仏教連合会の呼びかけに応じて、神道、キリスト教ほか各宗教団体が参加した。その後、犠牲者の受け入れ期間延長に伴い、4月4日から7日、 4月14日までの期間延長が許可された。東京都の対応については、やはり被災地での犠牲者への宗教者の関与を拒んだ。各自治体の対応とも合わせて、政教分離への過剰反応との指摘も出ている。東京都福祉保健局、建設局、東日本大震災における犠牲者の仮想協力について2011年4月7日、東京都仏教連合会、 東京都による東日本大震災2世者の仮想受け入れについて、水越葬儀場での土胸混交に関する報告書2011年4月14日、藤山緑、宗教者の震災支援を阻む、政教分離の壁2011年9月22日、ありがとうございます。